今日はですね、またまたこんな感じなんですけど今日は夫婦揃って無職になりまして、はい、2人ともニートになってしまいました、うん、まあ2人でニートってことで2ニート2ニート聞いたことない2ビートみたいな2ビートあ、ちょっと昭和すぎて申し訳ないです楽器じゃあ知らん 2ビートって知らんあ、ビートたけしそうという昭和な感じでいきたいと思います、はい、よろしくお願いしますよろしくお願いしますということで夫婦揃ってな無職になったんですけど解雇されたとかそういうことじゃなくて2人とも自ら辞めて、まあ切腹スタイルですねそんな行ったな思い切ったな今このご時世なんで、うん、多分今辞めるっていうことはなそうやな、うん、ほんまに勇気いるというかあれけどな、うん、そういうことと思うんですけどまあ潔く腹切ったと、うん、もう切腹したいなでまあその理由なんですけどあれ夜の12時ぐらいか、うん、急に掃除したくなったんですよ、うん、それまで僕ら結構面倒くさがりなんで部屋がお部屋みたいになっててなだいぶ散らかったな、うん、それで急にしたくなって夜な夜な掃除機持って寝る前になそう机の上とかやり始めて、うんでそしたら物が溢れてたんで物を売りたくなって、うんまあ、捨てるのもったいないからな、うんうん、それでメルカリとか始めてで150品ぐらいめっちゃ出てきたな売ったよないらん物だらけやってほんまほんまそうほんでそうやって断捨離しててで結構断捨離したんですけどなんか何やろ物足りひんというかなんか忘れてんなって断捨離でそうそうそうなんかすっごい捨てなくちゃいけないものを忘れてんなと思って、まあ、考えたらそれが仕事やったでかすぎるやろこれいらんのかないい機会やってるな、まあ、そのいらんと思ったのも、まあ、体も悪くしててなあそうやな、うん、ストレスで1年ぐらいお腹調子悪かったというかうんまあ、露骨に言ったら下痢やったんですけどそうやなそう水飲んだだけでもこう、うん、トイレに行かなあかんぐらいだって過敏すぎる感じ超過敏性やったな、うん、で病院行ったりしても原因不明、うん、内視鏡とかやったんですけど、うんやったなうん、原因不明やってほんでなんかあれ赤切れじゃないわあれ何足しみたいな、うん、こう皮膚がただれてきてあなストレスしかもちっちゃかったのがどん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 そうそうそうなんかもうすっごい大きくなったよなうんもうこう一周回るんちゃうかぐらいなだんだんこうバー広がっていってほんまにすごかった日に日になんか凹凸もできたよなそうできてきてきてボコボコしててな、うん、初めは本当にこんな北海道だけやったんですでかいけどここ本州できてきてこうな少し広がってきて大きなもかいみたいなボワーなってきてもうあかんやそう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 これ世界規模になったらあかんなっていう一瞬な笑うこと調子でそんでちょっとあこれやばいなと思って、まあ、それで勇気出して辞めるっていうのを、うん、僕それ15年ぐらい働いてたんですけど辞めるって言ったらその辞めるって言った日に下痢治ったよな治ったあれすごいよな、うんまあ、普通の感覚やったら大体、まあ、3日ぐらいして徐々に良くなってって感じと思うんですけどその1年ぐらい治らんかったのがその辞めるって言った日の夜に治りましてもう 100% ストレスやん、うん、でそのかぶれみたいなその日本列島もだんだんなこうちっちゃくなってきてあ、うん、ほんまやほんまもうこの日本縮小みたいな縮小したらあかんけどそうちっちゃくなっていってでなんか色もなんか最初すっごい赤かったけど、うん、だんだん薄く、うんなんか肌色にそうそう近づいていったもんな。まあそんなこともありまして、うんうん、まあ辞めることになったんですけど、そんでまあパーコさんも辞めたんですけど、その10年後とかを考えた時に、その、まあ、先のことを考えた時にお金がなくて路頭に迷うというか、うん、とあと今の状態のまま10年後、うん、今の前の職場のままってことやんな。うん
を考えた時に、なんかその職場のままの方がこれ死んでんちゃうかなと思って精神的にな、うん、なんか病んできそうでちょっと怖かったよな、うん、あの夜もこう寝れなかったりとか、本当に体調悪かったな、悪かったな、うん、死んでるんちゃうかなと思ってお前な、うん、でまあその路頭に迷うのも、あの僕一回昔あのホームレスになったことあって10代の頃なんですけど、すごい経歴やな、なかなかないやろ、ちょっとこの世の中に絶望を感じて、早いよ10代で、そうそうそう、これからやで、ね、それぐらいの時にちょっとそういう世捨て人になったことがあったんです、まあ、1年ぐらいしかやってないんですけど、結構やそう、あの朝黒い感じの時があったんですけど、まあそこまでは今行かないとは思うんですけど、まあ、それぐらいになったとしても、まあ、それぐらいにはならないと思うんですけどあの精神状態で考えた時はそっち方がなんかまだ良かったなと思って、なんでその、まあ、路頭に迷う方を選択したんですけど、そしてあのそのさっき言ったあの断捨離していってた中でこう捨てるものと、まあ、あの大半が捨てたんですけど、大半やな、うん、売れるものはまあ売ったんですけど、うん、本当に多分1000品ぐらいは捨てた、いや結構捨てたで、うん、売れへん方が多かったな、うん、数がすごかったな、一部屋片付くぐらいにあの大物とかもいっぱい捨ててな捨てたな、うん、そういうのをまあ いっぱい捨てて、うん、であの、まあ、そのしがみついてたというか、今までその辞めたくても辞めれなかった会社やったんですけど、そのもし辞めたら生活していけへんなとか思ったよな、うん、言ってたもんな、うん、言ってた言ってた、で今のお金ぐらいもらえるとこがないから、生活していけへんって言うんで、うん、でもその断捨離してる中で、今まで生活するのに必要なお金とか割り出してみたんですよ、うん、でそしたらそこまで多くなかったよな、そうやな、でも今までお金が必要やったんですけど、うん、なんで必要やったかって計算してみたら、ほとんどがあのメルカリで売ったもんやって、そうやな、なあ、なんかほんまストレスのはけ口に使ってたような感じやったよな、うん、こうストレスがたまるから、うん、まあ、お金をそのストレス発散のためにお金使うかな、でお金使うとお金が必要になるんで、うん、働いてまたストレス貯めるっていう、なんかもうエンドレスや、ほんまなんか鶏卵の法則ってなってもったよな、うん、それでなんかこうどっちかわからん感じになって、うん、でアジアも両方やめてみようって、うん、そのストレスをなくしたらいいんじゃないかっていう、うん、な、うん、なった、うん、で最低限のお金でって考えた時に、うん、別に今の仕事いらんのちゃうってなったよな、うん、なったなったなあこんな体な、なあ弱くしてまでな寿命縮まるでってな、うん、でその、まあ、買ってたものとかまあ、結構お金使っててんな、使ったな、うん、で使えば使うほど、うん、なんかあこれも欲しいこれもしたいとかな、うん、どんどん欲が出てくる、欲深かったよな、そうそうそう、昔結婚したての時本当に貧乏やってな、まあ、僕とか車もなかって、うん、免許すらなかったんですよ、だから買い物行く時も徒歩とか、徒歩やな、一番初めなんてもう自転車もなかったし、なかった徒歩で、うん、本当にクソ貧乏やってもう一から始めた感じだったな、あれ手取り13万ぐらいだったんかな、だったな、そうやな、で2台しかなかったもんなスーパー行くねからからそうそうそう、自転車すらなかったんで2台でな、そう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 、持って行ってたよな、ほ、うん、でまあ徐々にこういろいろな免許取ったり変えたりとかするようになって、そうそうそう、だって遊びだってな、うん、リュックにバドミントン背負って、あそう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 、なんか芝生になそうそうそうお金がないんで家から持って行って、持って行ってな、うん、作ったスパゲティとか持って行ってほんでリュックに一人ずつバドミントン背負ってな、で電車とバス乗って、そうそうそう行ってたしな、うん、その時は本当に何もなかったんですけど、なんかその時も楽しかったなっていう、そうでその時思い出してな、うん、あやっぱあれで十分やったんちゃうかなっていう幸せってな、うんうん、でその幸せ度合いをまあちょっと測りにかけた時に、うん、まあ、あの頃はまあ健康もあったし、うんうん、やっぱりどうしてもそっちが勝ってしまうっていうのがあってな、うんうんうん、でまあ、うん、どうぞ断捨離始めたら、
なんかこういらんもんいっぱいできたやんか、うん、でやりだすとなんか見栄もなくなったから。あーそうやな、うん、だから余計に、うん、なんかもうお金そういう必要最低限でいいんじゃないかなっていう風にちょっと考え方が変わったな。変わったな、うん、さあ、あの打った服装とかも、あの結局残ったやつがこういう機能性のあるアウトドアとか、そうやな、ブランド物とかそういうのもみんななくなったよな、うん、打って、うん、あれもその時はなんか見えでなんか着てる心地よさみたいなとか、うん、あったあった、持ってるなんかな。一時期あのグッチとかにもハマった時あって、あったあったあった、どうかしてたな、うん、クソ高いなこう、まあ、バッグ1個、うんうん、な10万近くしたりとか なだけど、まあ、今持ってるバッグ10個ぐらい買えるなそう、でまたそのバッグがもうな割とすぐ経年に、そう、まあ、重たいしな、そうそうそう、なんかそんなんやったりもして、うん、だからそういう見栄も捨てたし良かったかなと思う な、 そうやな、 な自分が思う幸せを生み出したっていう、うんうん、自分にはいらんかったなっていうな、うん、ということがあって、まあ、あの2人無職に、まあ、ニートに、ニートにツーニートにツーニートなったんですけどはい、まあ、僕らのそういう話すことで誰かの背中を押すことができたらなと思って、まあ、ちょっと話させてもらったんですけど、うん、まあ、背中を押すって言っても崖の上からなんですけど突き落とすのパーンって感じ、結構危険やな、はい、はい、という感じです。はい、ありがとうございましたありがとうございました。Rage on that beat, going crazy.